はい。ということで、まあ、次はね、次は、アホガーレについてね、話していけたらな、と思います。で、アホガーレっていうのは、シャングリラもね、アンカブ、また、派生期やってたと思うんですけど、アホガーレ繋がるやつね。シャングリラは、アホガーレになるみたいな。アンジラさんが、まあ、アホガーレのオープニングを歌っているよ、というところでね、地方女メトゥルが、まあ、バラネが好きと。まあ、そういうところをね、覚えてるし、まあ、なんか真剣にやってるんですよね。で、真剣にやって、その結城葵さんのバナナの障子が、滑るっていうね、バナナだけに今滑っちゃうというところで、本当かって言って、それはダメだな、とか言って、そうはやるとか、で、その、なんちゅうかね、本当に素直にね、やろうとしてて、いや、そうはならんやろ、や、なっとりやろがいだ、多いですよね。アホだから。うん、まっちのおかしくきて、本当に考えつかないようなことをやってしまうよ、と。まあ、自分テンションでやってて。いや、アホガールの人も何個もね、連載してるのかな、確かね。かの頼めそうでしたっけ、そのくのびゃっちだっけ、まあまあ、ね、ペチやってたと思うんですけど。もうその人を、なんかね、作風っていうかね、のりが多彩っていうかね、なんか似てるんだけど、結構、認知高いですよ、これ。まあ、確かに、確か、アシスタントのやつもやってたかな、アシスタントのやつもアニメ化してて多分同じ人だったと思うんですけど、ね、結構ギャグセンスが独特で、多分時計買いまくって、先生を破産したみたいな、確かそういうね、原作者の方だった気がするんですけど、うん、間違えてたらごめんなさいと。まあ、とにかく、そうですね。主人公というかね、強いんだけで、基本回せるというね、ネタが、多いんで。はい。まあ、これもね、見てた人、こういうエピソードありましたよとか、教えていただければ、あったなってなるんで、アホがあれ見てた人、ぜひね、教えてください。はい、以上、アホガールのお話でした。バイバーイ。